ローマが選手登録ミスを起こしたままベナ戦に臨み、その試合で規定違反を犯したして、試合結果が0、3に変更される可能性が出きた。21日に、医師、ガゼッタ・デロ・スポルト、報じている。今シーズンのセリエはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、現、時間19日に、セリエ第1節のベローナ戦が行わ、試合は0-0の引き分けに終わった。この試合で、マに所属する23歳の MF アマドゥ・ディアワラ、先発起用され89分までプレーしている。しかし、紙によると、ディアワラは7月17日に23歳の誕生日、迎えたものの、ソフトウェアの技術的エラー、より、22歳以下のリストに登録されたままで、トップチームに登録されていなかったという、つ、り、トップチームに、選手登録されていない上で、ベローナ戦に出場したため規定違反と、通るされる可能性があるようだ。その場合、試合、かが0-3の、敗北扱いになる。果たして、セリエを、A する、レガセリエは、どのような判断を下のだろうか。りょう。